ヘルプミーチューターとりあえずできたところまで、デモします。まず、起動すると、最初に、シート座席表の、画面になります。で、ここでアップロードイメージをタップすると、フォトアルバムから写真が選べるようになっていて、あらかじめ、入れてあった座席表の画像をこんな感じでちょっと調整しながら、で、よかったら下のチューズを押すと座席表の画像が選択され表示されるようになります。で、シートの隣のステータスのタブをタップすると、JSON を読み込んで、座席表に対応する人の名前、座席番号、名前、あと、ノートですね。で、その横に、経過時間が表示されるようになってます。で、一応今10分以上は赤く表示するみたいな感じでイメージでやってます。あ、ちょっとバグってますけど、2個目だけですね。楠本さんのステータスが赤字になると。で、まあ7番の人誰だったかなみたいな、どこの席の人かなみたいなのは、この座席表ですぐ見るように、見ることができるようになってます。で、アップロードイメージもう一回押せば、他の画像に切り替わると、まあ関係ないんですけど、切り替えられるようにこうなってます。はい、以上です。